間の配信なんですけど、30分、20分くらいアイロンしていきます。すぐに今日も朝から一日なので、そんな短い時間、エアコンをねつけることは私はこの夏したんですけど、そんな短い時間だけエアコンつけるのなと思って、だったらちょっと扇風機で。過ぎて邪魔かもアイロンの邪魔かも、扇風機めっちゃおもろい。逆に一日中お仕事があるってことは、一日中私はエアコンの下にいるってことなので逆にねいいかもみたいな説はあります。そんなのない？今睡眠足りてない。でも今日頑張ったらしばらく5日まで時間がちょっとある。だからとりあえず今日を乗り越える。
オは合間にもしかしたら配信できるかもしれないし、ちょっとでもできないかもしれなくて分かんなくて、そうちょっとできなかったらやだなと思って一旦この時間にとりあえず15分だけでも15分以上だけでも配信しなきゃと思って、配信しております。起動させたいのにつかない。久しぶりに起動させた。そうちょっとね使いたくて一瞬ジメジメは嫌だね。こんなに可愛い、嬉しい、ありがとうございます。おはよう。今は風に吹かれてます。8月だね、だって。そうね。
りもう8月なんだって気持ちです。気づいたら海に行く予定ないですよ海あのねっていうかまあ普通に何の5日まではさコンサートでちょっと頭をいっぱいにさせたいじゃん。でその後にあれちょっと起動されてないって感じですか。その後もちょっとまあ割とトントントンってあったりとかして、であとはイベントが8月13日にあるので、それのなんていうのあれもしなきゃいけないし、振り起こしもしなきゃいけなかったりとか、そうはその後がその私たちなんか変わるんですけどなんかごめん、私たちそのなんていうんですか、あれが変わっちゃうんですよ。劇場公演っていうか新体制みたいなのになるらしくって、そう、でもそれのなんかどうなるのかとかまだ分かんなくて聞いてなくて、多分スタッフさんたちもコンサートで忙しいから、そうコンサート終わったらみたいな感じなのかもしれないんですけど、そうだからそれ次第かなって感じ。チームの公演がいつまでかも分からなかったりとか、じゃあ次の公演がいつからなのとか、そうもう分からなくて、だからとりあえず何も、もう8月は分からないって感じ。8月、9月、もういつからリハが始まるのかも分からないし。そう。とりあえずコンサートが終わって、スタッフさんが一旦いろいろ整理できてからって感じだと思うので、それまでは。予定もなかなか入れれないよって感じ。あとまあな、海とかプールとかもともとそんな予定がうんぬんとかの前にあんま行かないタイプの人間だから、そんな陽キャじゃないからまあ別に海プール行く人が陽キャって言ってるわけじゃないんですけど、そう友達もいないし、一人で海プール行ってたら不安でしょ、みんな危険でしょ、ハルピョンだから行かないですよねって感じ。
着写真を載せてくれってだけなんだと思うんですけど偏見、めっちゃ偏見。どうせ水着写真載っけてほしいだけだと思うんですけど、来て遊びに行ってる余裕も暇もないの。は、悲しい。でも忙しいのはいいこと。確かに。山水着いいよはやばい。蚊に刺される。絶対に嫌だ。蚊は好きではありません。1月のアンクレットで侵食されてるさよならにこんにちは。僕より優しい人と出会えたのならしょうがないって、諦められるかな。今来たところで話が見えないけど、もうやだ、水着の話嫌いなの私。やめよう、もうなんかうーってなっちゃうんですよね。水着水着って言ってるとみんなが、そう、そういう目で見てんのみたいな。いや、まあ違うと思うんですけど、はい、ハルピョンはそういう目で見ることはできないと思うんですけどそう、でもなんかうってなっちゃうからやめましょう。そんなことはどうでもよい。今そんな話はどうでもよい。スイカね、食べたい。
それで久しぶりにパソコンを開いたら、全然開けなくて困ってたところ、パソコンのなんかクリック、クリックじゃないけどタップの音だと思う。だからね、こうカチッって感じじゃないですよ、トントンみたいな音になっちゃう。配信みたいになっちゃった。そうでもね、着替えなきゃ。あ、違う、今はね文字打ってるわけじゃないの。そう、探し物をしてて、それを探してるだけ。今日合間には時間ありそうだから、あ、でもそんなに時間あるわけじゃなくて、ただ配信できる場所もなんかであるかわかんないから、なんかパソコン持ってこうかなって思ったんですけど、なんのせパソコンが重いからさ、そう、パソコン入るリュック欲しい。急に確かにキャリーで運びたい、めっちゃ。
私はとりあえずアイロンができたので、この配信は満足。多分昼できたとしても昼、夜はできないと思います。ちょっとお仕事なので、って感じかな。とりあえず頑張ります。9時の第5、3、2位リブドさん、ライブドさん、どっちだっけ。3位直吉さん、4位ギャローさん、5位バージョン R さん、6位、ネバーストップさん、7位ベベモンさん、8位、ナーニャさん、9位山内さん、10位中田さん、11位ケンさん、12位伊賀の藤丸さん、13位ケネスさん、ありがとうございます。ごめん、なんか簡略っていうか省略したお名前になっちゃったんですけど、皆さん、そう、ありがとう、みんなごめんね。ということで、皆さんありがとうございました。また夜、昼できたら、昼ライブドさんか、ごめん。ありがとう。ということで、それでは、そう、ちょっと今携帯使ってて、こっちで見るしかなくて、こっちで見れるギリギリの範囲しか読めなかった。ごめんなさい、申し訳ない。ということで、それではまた昼過ぎできたら会いましょう。ありがとう、またね、頑張るぞ一日。